はいどうも、ガードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するのは、マジックアリーナ上で、行われたスタンダードの日本選手権2021ファイナルということで、はい、そちらの優勝デッキをね、本日やっていきたいなと思います。まあ、正直、まさかという結果で、白ターンアグロが優勝ということでね、まあ、分回った時の強さっていうのは、まあ、相変わらずとんでもないんですけども、はい、ホーロー王がね、4枚採用された、かなりアグレッシブなデッキになってるのかなと思います。はい、これをね、早速やっていきたいと思います。また、ハイマールやセチが入ってるのが結構特徴的かなと。まあ、相手の土地を破壊するとかじゃなくてもひたすら攻撃的なデッキですね。はい。あとスカイクレーブの亡霊がね入ってなくて、まあ、そこの代わりが放浪王になってるのかなっていう感じはありますね。さあそれでは早速やっていきます。はい、プレイ。さあ7枚でキープします。はい、有望な神父、お相手赤か。まあ殴ろう。強端な敵対者、まあ、呪文縛りからいって霊電院はできたらアーティファクトで出したいね。さあこの展開が割ときつかったりする。こいつが土地として出せない。さあちょっと面白い展開になってきましたね。まあ、とりあえず殴る。さあサリア、ターン終了。威迫か。もう殴れかな。ターン終了。乾燥させて殴らせて倒していきたいね。ゴロゴロ、うん、さあ A 頑丈4点ダメージ。さあ来ましたね。これはめっちゃ強い。ん？あ、サリアの能力でしまった。マジか。さあ、軍団の天使。まあ、サリアは殴っていこう。ここで2体ブロックされたりしても、まあまあ、それはそれでいいかな。ここから4、3がね、4体、あと3体出てきますんでね。それまでに土地引けば、バルクミラー出せるし。
さあ、バルクミラが出せる状態にはなったけど、先に出す？違うか。やっぱり軍団の天使先だよね。さあ、ブロック。なるほど。そうか、改善だからそれでもいいのか。結構厄介だな。さあ、軍団の天使。後継王の野心家で、53にしよう。で、53で、殴っちゃダメだね、ここは。まあ、ゴロゴロいないんで、次の55のドラゴンは出てこないですからね。わあ、そこやられるか。結構きついな。77か。なかなか厄介だ。さあ、軍団の天使。サリアも出していこう。そして殴る。はい、対戦ありがとうございました。まあまあ今のはブロックしてかな。ブロックして勝ちですね。さあ、それではやっていきます。先行だったらもう全然これでキープしていきましょうか。ターン終了。サリア呪文縛りの順番で攻めていけるのがかなり強い。さあ、精鋭呪文縛り。さあ、アタック。
ターン終了。まあそこはある程度仕方がないんだが、さあ強端な敵対者、さあアタック。はい、対戦ありがとうございました。早いですねこれは。さあ7枚でキープします。まあ、ちょっと弱めのハンドかなって感じですか。まあ、相手が痛み動けなかった時はかなり面白い。厳しいね、それは結構厳しい。いや展開した方がいいね。殴っていこう。さあアタック。まあでも仕方ないねこれは。タフ1並べてる状態ってのは嫌なんだけどね。虐殺事件で一掃されるからね。とりあえず殴ってトークン出しとく。まあ、なかなか厳しい展開ではあるよね。さあアタック。ターン終了。サリア、サダック。ターン終了。まあなんとか押し切りたいよね。さあ実行。
はい、対戦ありがとうございました。なんとか押し切りましたね。さあ7枚でキープ。さあ野心家、さあアタック、さあ呪文縛りでスカイクレームの亡霊とかいたらと思ったけど、粗暴な聖戦士か。はい、さあブロックしない。アタック、まあ、かなりやっぱ先行有利ですよね、どうしても。さあスケンの文句、まあまあ飛行クリーチャーが出てこないんであれば特に問題なさそうですね。さあ六四飛行でアタック。ターン終了。まああとはフォローを構えながらで。いいんじゃないでしょうか。はい、さあこれで勝ちですね。お、そうか、でもまだ勝ちではないか、こいつがいる限りちょっと。呪文縛りが復活せんからね。まあそいつが殴ってきたらあれだけど、さあ高機能の野心家とエーデリン、また粗暴な聖戦士来ましたね。エーデリンが持ってかれる。はい、まあ高機能の野心家がね2枚ずつなのがほんと救いだわ。ちょっと一気にパワーバランス崩れんようにだけしとこう。こちらとしてはあの呪文縛りがね帰ってさえ来れば勝ちなんで、そこを狙っていきたい。こいつが殴ってきたら勝ちっすよね。
さあ殴ってこない。ん？これ今出した？違うね。てかこいつクリーチャー化したら勝ちなんじゃない？さあ56飛行でアタック。はい、対戦ありがとうございました。もう忘れてた、フロストドラゴン。さあ7枚でキープして、はい、落ち去る者の案内者から行きましょうか。とりあえずもう1枚は最低土地が欲しいところですね。そう来るか、土地が欲しい、とにかく土地が欲しいぞこれは。さあアタック、めちゃくちゃ土地が欲しい。やばいな、土地引かんかったな。あとのこと考えたら殴った方がいいか。殴ってあいつ倒したいな、アタック。さすがにあいつはさせてくれんかったか。サリア、ただ本当に土地が欲しい。ミドタンじゃなくて白が出てきましたね。4マナ。あ、吹雪の乱闘か。土地は来たけどもって感じだね。さあ54でアタック。まあこれはありがたいね。片鎧の大群か、これはかなりめんどくさいな。これは相当めんどくさい。まあ面白いカードは引いたね。さあ精鋭呪文縛り。
まあ、相手がめちゃくちゃ増える前にね、ここでなんとかしときたい。さあ、5、3、1体でアタック。相手からするとこのバルクミラがね、もう最悪だろうね。11ではセンター寄ってもダメージ食らわん。まあ11は何体出てきても関係ない。さあ次のターン、ホーロー王でね、カウンター乗せて6と、高機能の野心家でカウンター乗せて7で勝ちですね。さあホーロー王。到達誰か持ってる。あ、到達持ってるんだ、1匹。向こうも気づいてなかったけど。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。まあ先行だけど、有望なシントから行こう。さあアタック。ターン終了。人間か。さあレーデイン。さあアタック。さあ呪文縛り、これいくつ増やすんだっけ。22か。じゃああんま関係ないな。さあバルクミラ、さあアタック。ターン終了。さあまあ殴り合いでは圧倒的に有利ですね。さあアタック。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。優勝白ターンアグロということで、いやーめっちゃ強いのと、ほぼ先行だったのが面白かったね。うん、ほぼ先行で一気に押し切って、多分ね1回ぐらいしか負けなかったんじゃないかな。めちゃくちゃ強かったね。すごいアグレッシブで、うん、またこれで白ターン増えてきたりすんのかな。増えてくるとちょっとこうイゼットとかコントロール系は立ち位置悪くなるような気しますね。これと同じであればサリアが4の呪文縛り4ですから、コントロールはあまり当たりたくないデッキになってくるのかなという感じですね。はい、まあそんな感じで、アグロ好きの方はね、ぜひ遊んでみてください。さあそれでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。